では園田先生の天元戦挑戦手合を解説していただきます面白いことだと思いますので勉強してくださいぜひごゆっくりお楽しみください第十四期天元戦第二局園田先生が白番なので一手目がこちらですそして二手目は星ですね これ挑戦手合のね1局目は僕が勝ちまして、はい、これは2局目なんですはいまあここはあの黒の勢力圏ですから柔らかくはい実戦はこちらから打ちましたが、はい、この手で挟むとどうなるんでしょうかこれはですねここつけましてねはいこれは下から当てですか これはかける手がありますねはいまあここでこうやるつもりだったんですけどねはいこういう語になるとこれがね上これかこう,こうとかこうとかの方が消しにくいんですよね模様が。はい、えー、でちょっとこれが少し問題かもしれませんねこれこういう打ち方すると。低いと模様ができにくいですか消しやすすいいんですよねあ、はいはい 実践は黒こちらからですはいそこで黒のかかりはいここで白が受けましたがはい挟むとどうなるんでしょうかここはですねこの小隅はねほとんど生きてますよねはい、はい、ですからこっちよりはこっちが大きいんですねああはいですから挟むと三三に入られましたねこちらにはい これでですね大きい方の辺を黒に打たれて小さい方の辺を白が打っているのでこれはあまり白が良くないですねはいそれで僕はこう一見に打ったんですねはい昔はね焦げ山にはほとんど打たなかったんですねあ、そうですかいや僕はねはい、えー、一見が多かったですそこで黒が滑りですはいで、こう言っても嫌いう手も切られたんですねはい決めてしまわないというそうですね含みがなくなりますよねはい それでこちらへ。そこで黒が小隅ですが、はい、この手は大きいんでしょうか。大きいですね、含みをなくして。はい。えー、この手で。割り打ちは。あ、割り打ちですね。割り打ちするとね、こちらから詰められましたね。はい。詰めますかです、ねえーで。この手とこの滑りがダブルんですよね。あ、そうですか。白地じゃないとこを詰めてるでしょはい。はい、だから、これはまあ。二回ぐらい飛んでおいて。 もしこすえこすんでくればもうこっちへこ,こ,、はい、これでねこの手が小さい価値が小さいんですよこれ全然白地じゃないとこを打ってますからねあそうですね、えー、これは黒が良くないんです、ね、そうですね黒は実践でこちらですはいこういうとこをねこうすぐに押さえますとね、はい、これ良くないんです どうしてでしょうか。このね、コスミが、ここの部分で一番いいところですよね。はい。です。これが、ごちそうで、これが残りもんですから。ああ、そうですか、えー。こういうとこ押さえてはいけないんですね。はい。例えば、割り打ちされて。詰めれば。開けですか。二つぐらい。はい。まあ、詰めぐらいしといてね。はい。で、こういうとこ、こう。攻めてもね、ここに幅がないので。 あはい、下つけられて、まあ、跳ね出すと切られますよね、はい、ですから押さえてつ、まあ、けば下跳ねてねつられてこう収まってしまいましたよね、はい、でこの手がちょっと甘くなりますからうこういうとこ押さえてはいけないんですね、はい で実線はねここ打ちました。はい。これはもう要するにセンターですね。四肩幅と四肩幅で。ああバランスのいい手ですね。ええ、そうですね。そして実線こちらに打ちましたが、はい。この手では入る手もあるんでしょうか。ここを入るとですね、これは裾空いてるところですからね。はい。つまらないんですよね。ああ<ー>、えー。まあ例えば帽子ぐらいしといて。はい。つけてサバケそうですが。はい。これも押さえておきましたね。 はい、今こうなりましてこうなんかつまらない場所をこう荒らしてるわけですよね、はい、白がこっちよくなるでしょこっちの模様が厚くなりましたね、えー、でこれは白がいいですねはいここでこの手は閉じ込められてよくないということですが、はい、高く打ったらどうでしょうか、えー、高く打つのもねやっぱりこう白地じゃないとこ荒らしに来てるでしょあ はいえー、ですからこれはまあこう逃げといてもね全然白は不満ないんですそうですか黒は逃げるぐらい、えー、ここにいて打ちましたけど白もねここへこう肩ツいて伸びましてねこっちがだいぶ黒が減ってますよねはい黒はまだ逃げないといけませんねそ、えー、したらまあ構えてるぐらいでこれはねあのこのこの黒模様の中に白がこう消してるというような感覚でああはいえー、いけばね考えれば。 はい、いいですね。嫌なものはないですね。そうです。こちらもこちらも大きなところではないということですが、はい、それではこの爪は大きいのではないでしょうか。それはですねやっぱり生きてるでしょこれが。はい、生きてるとこからジを作ってきましたから、えー、どんどん上げたらいいですジオ。塩あそうですか。ええーまあ。受けると。でまあこうですか。はい。 これも生きてるところからですから、どんどん字を上げたらいいです。はい、こうやって。あ、中央が大きくなりましたね。えー、ねまあ、例えば、この辺打ち込んできたとしたら。はい。もう、これも全部上げたらいいです。あ、また上げちゃうんですか。えー、これにはあ、はい。で、まあ、押しますね。はい、まが、曲がりでしょうか。どんどん白が厚くなりますね。えー、つけですか。

ここでね、はい、こう打ちたくなる人がいると思うんですけど、はい。これもやっぱりごちそうと残り物の,の世界ですね。あそうですか。ここね、こいいとこで。ここが次のとこですから。はい、はい。これ,は、ね、はどうすれば、ね、黒はこの辺に打ちましてね。こんなところへ、ええ。もし、こういうふうに打てばですね。はい。こう押して、跳ねましてね。伸びて。 ついたときに、ちょうど三三がぴったりしますよね。はい、あ、そうですね、はい。こっちですか。はい。白の模様はだいぶ限定されましたね。そうですね。まあ、これちょっと白が。彫り形であんまり良くないですよね。はい。 こちらがこちらということです。が、はい、これでね、白がこうとん、とり、はい、ますとね、こう覗きましてね。きええー、継ぎますよね。はい。で、経にしておいて。こちらですか。えー、次、またコスミとか嫌ですよね。白桂馬に受けぐらいでは。ですね、で、コスんでおいて。はい。これも貼ってきますとね、突き当たって。あ切れるんでしょうか。えー、こう、はね出してね。はい。切ったら、下切って。 ま次えば、まあこう打ってもこう打ってもね、まあはいですか、はい。はい、これで白を取られますよね。ああ<ー>。うん、はい。実戦はねここ、僕はこう打ったんですよね。はい。黒は実戦こちらに打ち込んだんですが、はい,はい。この手はどうだったんでしょうか。いや僕も気が付かなかったですねその手は。はい。もし飛んでくれば。はい。 飛んでおいてね。はい。まあ構いますよね。ちょっとここ言って、あそこもいいところですね、えーそこ。ここがいいところなんでね。この図はまあ白やれるかなと思ってたんです。はい。詰めたんですね。はい。ここで黒から三三はどうですか。そうですね。なんかちくンさん好きそうな三三ですね。はい。あこちらから押さえてね。はい。ハウト。 伸びてこ,ここにある場合はですね、はい、下がるってがいいんですよねあ下がりですか <laughs>、えー、抑えますとねはいこの抑えの先手になりますので、はい、これは黒が辛いですねはいそうするとハネでしょさあは,、ね、はい今、まあ、こういうふうに打ってはいね。 二段盤にするってあるんですね。あ、これは切ると。今次ですね。え、取れませんから、つな、はい、ぐぐらいでしょうか。はい、まあ、これかけぐらい打っといてですね。はい。ここはつまらないですから。ここがすごい。大きいです、ね。いい模様になりますからね。はい。これは白も打てる図ですね。はい。実戦では黒、こちらの打ち込みです。はい。で、こう、実戦はね。 つけたんですけど、はい、こういうところですね、片付いてはいけないですね。美人を追っては、ああ形のいい手に見えますが、ええー、それは押されてですね、はい、どん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 こう強くするんですね、クロ、はい、で曲がられましたね。曲がりですか。ええー、こもうちょうど伸びて、はい。 で飛びですか。で K でこれはもうせっかくの模様が台無しで、はい。まだこの白が弱いですし、はい。これは白辛いですね。はい。実線はつけたんですね。はい。この強い方の石に持たれていくのがコツですね。はい、そこで黒は羽です。はい ここでね、コスミが形です。こういうのはね、はい、この石がここが効きますよね。あ、はい。出切りがありますね,ね。ここが効く隣っていうのは筋違いなんですね。あ<ー>で相手の石を筋違いに釣る意味でここがいいんですね。はい。そこで黒が一見です。そうですね。で、曲がりますね。黒はここでこちらに打つんですが、はいはい、どうして伸びたらいけなかったんでしょうか。伸びるとですね、押されてですね。はい。 これはね強い方の石をどんどん強くしてるわけですねあ、はい、弱い方の石がどんどん弱くなりますからこれはあんまり黒は良くないですねはい実戦はこちらですはいでこの白ね弱くなりましたよね、はい、これは強くしておかないといけませんそこでこちら、うん、黒も強くしたんですねはい で今ね、この黒とこの白の戦いですからはいこの白を強くすることが一番大事なんですねあということはここですねはいそこで黒がこちらですはいこの手でははいまあ普通に逃げたらどうでしょうか逃げるとですねまあこう受けておいてはい次に覗きがありますねここに覗きの狙いが両覗きですね、はい、ぶつかるぐらいでしょうか、はい、それでまあこちらへねこすんでおいてはい これはあのこっちの模様がいいですから白ははいこれは白いいですねはい実践はこちらでしたはいそしてつけて引きですねはいこれ収まったんですねこれねはいはっきりねここでつながってるんですか、ええ、つながってます で、これが強くなってですね。はい、ここの打ち込みを狙っているんですね。黒。はい。ですから。ええー、ここですね。白、こういうふうに打つとですね。実際のこう打ったんですけど。はい。こういうふうに打つと。まあ、一見に受けましてね。こちら。ええー。まあ、手筋で、こう。あ、つけてくるんですか。えー、こうやると。ね、おきが手筋なんですね。これ。はい。まあ、出ましてね。 これ、下がりが大事ですね、ここで。これ。ええー。で、ちょっと薄いですから、突き当たりくらいですね。はい、まあ。こうなった時にですね、ここ、打ち込みのタイミングがいいんですよね、これは。あ、ここで打ち込んでくるんですか。えー、これがね、なかなか、難しいんですよ。例えば、こう、つけますよね。はい。こちらへ伸びてね。ここへつくと、ここへ滑られてね。 これはちょっと辛いんですよね。はい、ですから抑えるんですけど、まあ、順番に出てこられましてね。で当ててついでハネ、まあ、ですか。はい、ついで見て、てケイ馬ぐらいでね生きてしまいますよね。はい、せっかく囲ったにもかかわらずここで大きく生きられてしまうんですね。そうですねはい、ちょっとこれは白問題かもしれませんね。はい それでですね、はい、こう打たずに、こう打ったんですね。これ、苦心の手だったんです。はい。はい、ここをね、黒を破ってくるの大体たい分かってたんですよね。ええー。ですから、こっちにも,もできるように。ああ<ー>。えー、はい。和線両用で、こう。そういう意味だったんですか。はい、そこで黒はこちら。はい。でもね、こう、構えたんですね。はい。それでも入ってきましたね、ねはい、入ってくる人なんですよね。はい。 まあつけますよねはいで今みたいに伸びてきますよねはいそうさえましてねやはり出るんですかはい押さえてですねこの時にねちょうど抑えられますからあはいえこれは白がいいんですね黒は死んでしまうんですか死んでしまうでしょうねこれはいはい ね、打ち込んできた時つけますよね。はい。え、こちらではなくて。はい。こちらはどうでしょうか。それにはね、こちらを抑えて。はい。抑えますね。これで切っていくとどうでしょう。はい。次います。これね、出る手があるんですね。こう。あ、はい。はい、当てると。下がりますね。 でもし継げばね。はい。下を曲がりますね、これ。はい。これは黒悪いですよね。はい。では、この手で出ますと。ちょっとね、切りを一つ入れて。で、抱えておいて。これも、黒あまり良くないですね。はい。黒バラバラですね。はい。 ここで黒は除いたんですね。えー、それは工夫した手ですね。はい。はい。そこではね。はい。こちらを押さえますとね。はい。継がれて。継いだきに切られていけませんからね。はい。はい。そこで白はつない,、ね、いだんですか。え、これが手順ですね。はい。それも手順ですね。ここでこう実戦押さえたんですけど、これを継ぐと。はい これは。ここへ継がれましてね。はい。継いだきに競馬に走られまして、はい、生きてしまいますよね。あ、これは生きてるんですか。えー、これはものすごく知られてますから。はい、ここへ継ぐってはいけないんです。はい。黒の覗きはさばきの手なんですね。そうですね。これが手順ですね。はい。はねって伸びが。 まあここの部分はだいぶ白が儲かってますのではいこの黒は逃がしてもいいわけですね。あ逃がしていいんですか。はい、黒がこう打った時に白はこちらから打ってますが、はい、もう少し追いかけたらどうでしょうか。追いかけるとですねはいまあ逃げますよね。はいここねで押して突き当たって、まあ、飛びぐらいでねはいこ,こ逃げられますよね。<A> で 白の打ってるところがですねこ黒の強いところの近くを打ってるでしょあダメバーを打ちましたかそうですねこれはよくないですはいで実戦はこう打ったんですねはいそこで黒のコスミはいあそこで実戦はこう打ったんですけどはいいかにもこれかけたくなりますよねええそうですねかけるとここ片付かれましてねこちらですかはいハエば つけられまして、はい。ついでも黒につがれて。このかけがね、やっぱちょっと方向違いですね。あ、はい、ぺしゃんこにされましたね。そうですね。白はね、こう真の狙いはこっちだったんですね。このはいそこで黒がこちら。はい ね、いいものなってきましたよね。はい、黒はコスミで邪魔します、はい。これにね、こう押さえてしまいますと、はい、これつけられて。ああ<ー>。ええー。破れますので。はい、切れますね、はい。これは引かないといけませんね。ここで、こちらから、はいはい。でね、これがちょっと自慢の一手なんですよね。はい。この付けというのは。まあ、ついだらね。 実際にいたんですけど、ついだら、ここへつけようっていうわけですね。はい。はい、もしこれでぶつかるとどうなるんですかそうですね、ぶつかると、出まして。はい。出ましてね。切りがありそうですが、つギましてね。押さえると、えー。ここで切る手がね、いい手なんです。はい。これはどうなってるんでしょうかこれはですね、 抱えれば下がりで取れてしまいますね。はい、一二三四対三ですね。そうですね。はい。こちらの抱えではなく、こちらは出たらどうでしょうか。はい、それはですね、ここを切りまして。はい。つなぐとこう絞りましたね。あ、絞るんですか。はい。 で、ついたときにこう取りますから。はい。これは全部取れてしまいましたね。はい。これ自慢の付けだったんですね。これはい。えー、黒は実践つなぎ、えー。気持ちよかったですね。これ付けがね。そうですか。はい。ここでこちら。はい。随分効かしたということでしょうか。うね、はい。これでね、抑えて。はい。もうこれ開始の出来だったんですけど。はい。はい。 終盤ちょっと間違えましてね負けてしまいましてあ残念でした、えー、でも不責としては随分伸び伸び打った方がいるでしょうかそうです、ねはい、結構よく打てたと思ってますけどはい、はい、第十四期天元戦第四局園田先生の白番ですはいそうですね これは第四曲目なんですね。はい。一勝二敗でこの後に僕が勝って二勝二敗になったんですけどね。はい。相当思い出も強い一曲になりますか。そうですね。はい。まあ、長地君さんは付け引き好きですからね。はい。実理が好きな人はこの付け引き好みますか。そうですね。 まあ、お互いに我が道を行くで。はい。ここで黒が二間開き、ね。この黒が生きてるのでね。はい。ここはあんまり大きくないんですよね。あ、そうですか。えー、普通にね。白甲斐に打ちますと。はい。すぐに三三に入られましてね。すぐに。はい。こうね、えぐり込まれましてね。はい。入りますよね。で、並びぐらい打たれてね。やっぱりこう生きてる石のそばを白が打つことになって、あんまり、はい、良くないんですね。はい。 ここで白はこちらではなく、こちらに打ったんですね。はい、そうですね。これはどういう手でしょうか。これはですね、ここの辺がね、小さいということで、はい、そっち打ったんですけどね。こちらを盛り上げていくわけですね。そこで黒がかかりです。はい。まあ、ここで僕はこう打ったんですけど。はい。その手は。まあ、要するに、この、この石がですね、眉、はい、間開きでも、ほとんど生きてますので。ああ、持たれても構わないと。ね、はい。 この手でつけたらどうでしょうか?。これはね、跳ねましてね。はい。伸びですか?。はい。伸び込まれましてね。ちょうどこれ、滑られましてね。目を取られるんですよね、これ。はい。まあ、コスミを利かして。まあ、挟んでいくようなことになるんですけど。はい。戦いですが。ちょうど出られましてね。あ。こすんで。ええー、これが生きてるんで、ここが小さいんですよね。ああ、はい。 伸びておいてやっぱり曲がられましてね曲がりですか、えー、これはちょっとね白つらい格好ですよねどんどん押していきますかそうです、ね、どんどん押してまだ押しますか、はい、で構えぐらいでねやっぱり生きてる石のそばを打った白が良くないですねはい。 で、こちら片付いたんですね。はい。ここ滑,り滑りました、えー。はい。で、押して。で、僕は覗いたんですね。はい。まあ、ここで実践は出たんですけど。はい。かっちり継ぎますとね。ここで片付いて。肩ですか。えー、やっぱりここの模様ね、意識して。はい。えー。これは出ますと。一回伸びて。はい。 押さえるんですよねここ切りは大丈夫でしょうか、ええ、こういうところね叩かれてはいけませんから形がね、はい、伸びるこれは戦いになりますね、ええ、そうですねこれもねオえてしまうとカ、はい、けつがれましてね、はい、ここの切りと渡りが見合いになりますのでこちらとこの押さえはあまり筋よくないんですねで飛ぶんですねここへ 飛びが形ですか、ええ、伸びてくれば竹譜にしておいてはい2目、まあ、が弱いから飛びぐらいでしょうねそこでここを相手に打たすはいここを打たせるというのはやはり小さいからですかそうです小さいからですねそしてここをねきちっと打っておいてはいねこっち打たないといけませんから打たせるを得ないですね,そうですねこれははい ここでこうかけてね。はい。小さい方へ相手を生かすということですね。黒はつながりますが、ねこの結果もほら生きてるところから黒は地を作って。はい。白はここの模様が素晴らしいですから。はい。これは白がいいですね。はい。はいここでこうかけたんですね。はい。出る前に一本ハイを打ったらどうでしょうか。はいはい、伸びて。 これで貼っていいくと伸びましたねはい、これもあれですねやっぱり黒はこの生きてるとこから地を作ってあ低いですね、えー、これ素晴らしい模様ですから、はいえー、白いいですねはいここで黒は次ではなく出たんですねはい厳しい手ですねはいこれまあ伸び,伸びたんですよねはい ここで実戦は切りましたが、繋いでるようだとまずいでしょうか。繋ぐとですね、これ伸びられるのが嫌だったんでしょうね、多分。あ<ー>、えー、はい。それで切りよったと思います。はい。切るよう寄って跳ねたと思いますね。実戦は切ってから跳ねす、えー。すごい跳ねたかったんで切ったんですよね。はい。そこでつなぎに戻ったんです。ね、はい、今取り入ってですね、これ。はい。そこでこちら。ええー。 これもね、どう打つかしろ難しいところなんですけど、まあ、これは苦心の一手なんです。はい、これ。はい。実戦は黒、こちらにつながって、羽を白に打たれましたが、はいはい、ここで頑張ったらどうでしたでしょうか。頑張るとですね。出を一つ打ちましたね。はい。抑えると。で、下駄に取るんですね。あ、はい。えー、これは出はないですか。出はあるんですけど。出ていきますと。こうですね。 で、まあ、叩きましてね。はい。次ますよね。で、ここの叩きが気持ちいいんですね。これ。あ、はい。これは捨てるんですけど、ここ叩く形がいいので。<ー>これはちょっとね、白を打てる格好なんですね。やはり中央がいいですね。そうですね。実際は黒がこう打って。はい。白はこの二目を捨てましたね。はい。これは。こう打つと繋がりませんか。えー、ながるんですけどね。はい。 ついどいてですね。はい。それから跳ねると、今度はね、つがれるんですよ、これあ、棒継ぎ。ええー、棒継ぎでね。はい。で、伸びますと、当たりと打たれて。つぎますと、やっぱり切られて、取られてしまうんですね、これ。あ、つなぐと。伸びて取られますよね。あ<ー>、えー、こちらが落ちましたか、えー。あんまり意味がないですね。はい。 白はこちらを跳ねて白、はい、に目を捨てましたはい、ね、もうこの白を捨てて黒が目になりましたからこれ全部死んでいきたいですよ白はあ、この白も死んで構わないんですか、ええええ、どんどん死ぬっていうのがいいですねはいこれはまあここに打った時からの狙いですよねはい切るのが鉄字ですね 部分厚みができてきましたね。ええ、いい模様ですよね。はい、はい。黒もここ狙いですね。伸びがね、はい。伸びました。<laughs> そこでのぞきから。はい。これでね継いでしまうとねあのちょっと重たくなるんですよねこれ。あ<ー>もうこれだけでもうすでに損ですからね。はい。白はここ今跳ねたんですけど、はい、跳ねといてこちらと取ってしまおうというわけですね。相手が手を抜けば。手を抜けば。ええー。それで切る必要がありますよね。黒は切りました。えー で白はですねあの目的通り死んでいったわけですよね。はい。そんなに死んで構わないんですね。そうそうすねここの模様こう中心ですね。はい。はい。黒はこちらで。はい。この模様を消していったわけですか。ですね。はい。これもいい模様ですね。大きいですよね。ねこの手で向こうから攻めていったらどうでしょうか。はあ、これですね。はい、こちらからこれも砂漠形ですね。あ砂漠と言いますと。うん つけですかはい羽でしょうかキーですね見ましてねあたりから行くのはいいですねはいこれは逃げるしかないですがし,しましてねで抑えまして切る手はありますか、えー、切って取れるんですけどねはい こう取っておいて、すごいでしょ。大きいですね。えー、これはね、あのほら、どん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 死んでいく打ち方。はい。白の目的でしたからね、これを取られた時から。はい、これは白がいいですか。そうですね。え、黒はね。はい。ここで飛ぶのもいいとこなんですね。あ、これだと小さく捨てられてしまいましたので、でではい、大きくということですね。すねまあ、しかし白もねこんなとこ。 開いてたらつまらないですよね、これ生きてるからはいで、まあ、こういう風になるんですねこれでも捨ててしまうんですか、えー、死んでいくんですねこうやりますとで、まあこの辺打ってですね、もう真ん中で勝負ですね、これははあ、構想が大きいですねはい実践ワークロンがこちらに打ちました、えー、そこいいとこですねはい、はい、これでですね、ここはもう絶対の急所なんですね絶対ですか、えー これでね、例えばこっちでも下がりますと、はい、ここへ飛ばれてはもう大体碁は終わりですあこれは中央を切られてそうですねもう生命線ですここがはいここは防止しないとダメです、はい、そこで黒がこちらからはいここもねこう打ったんですけどはいこの手も大事なんで、えー、大事ですねですかこれでハイますとね、はい、ここへ打たれましてまあ出ても伸びられましてね でそって飛んだ時こっち飛ばれてやっぱりこう生命線がね切れてしまいますからこれは白つらいんですねはいここで実戦はね飛びましたはいそこで黒もつけという手筋を使いました、えー、手筋ですねこれで普通に出ていくと良くないんでしょうかそれはねまあ一応下がりましてねはい抑えますよね これで切れますが。ええー、切れるんですけど、押して。ここがね、いいとこなんですね、これ。これ、白。結構いい書体を持って。はい。薄みを狙ってますからね。ああ、そうですか、うん。これは少し黒。重い感じですね。はい。黒は実戦でこちらです。ええー、鉄磁ですね。はい。そこで。こちらの鉄磁ですね。これ伸びればね。はい。こう、ギュッと出られて。はい これはちょっと下がり形で白悪いですよね辛いですか、はい、それでここへこすむのが手筋ですねはい押さえさせて継ぐとでつなぎ、はい、ではいですねはいそこで飛びになったんですね、はい、でここのねちょっと出切りと炭酸酸の味をね防いで下がりましたあはい、えーはい、黒もこちら、うん、そうですね これやっぱりここがもう大きいですからここ9章ですねはいでまあこういうふうになったんですけどねはい、えー、これでねあのいろいろあとものすごく難しい工房があったんですけどはいこれ僕半目勝ちましてね半目勝ちですか、えー、もう天元になるかと思ったんですけどはい世の中はそんなに甘いもんじゃないですね五 <laughs> <laughs> 曲目曲げて天元になれなかったんです <laughs> そうですか、はい、でもこうやって見ますとこのスケールの大きさ これが相場流なんですねそうですねやっぱり中央大きいですからねはい